力学的エネルギーが保存する実験をしますお <laughs> 保存っていうのは変化しないよってことなんですよ顔面の前が端っこやったら次も顔面の前までしか戻らない何が起こってるかというとエネルギーの形が変わってるだけなんですよ例えば上蛍光灯光ってるでしょ電気エネルギーが光エネルギーに変わってますよね同じようにこれって高いところにある位置エネルギーが運動エネルギーに 変わっっててまた戻った戻りしてる 1> 1 2分の 1mv の2乗が運動エネルギーで mgh が1エネルギーだけど1エネルギーが運動エネルギーに変わったりあるいはその逆が起こるよと。で2分の 1kx の2乗ってバネの弾性エネルギーだけど変形したバネがビューンって運動エネルギーに変わりましたよね。じゃあ誰が変えたかというと重力そして弾性力これが仕事をしたからですよね。 でこの重力とか弾性力のことを保存力って言いますじゃあ何が保存してるかというと運動エネルギーと位置エネルギーと弾性エネルギーを一つのグループとして考えた時のエネルギーこれを力学的エネルギーと言いますけどこれが保存する変化しないんだよだからこの子たちは保存力っていう名前が付いてる 保存力力がした仕事は位置エネルギーが運動エネルギーになったり男性エネルギーが運動エネルギーになったりちゅうのはするけど力学的エネルギー全体は変化しないよということねでこれを保存すると言いますでここまで理解してくれたら十分ですせっかくやからもっと式で理解してもらいたいのでこの話します位置エネルギーの基準よりも H0 だけ高いところに 質量 m の物体がある初速 V0 やったのが H0 落ちたところで速くなりました何で速くなった重力が仕事をすするからですよね重力が力を加えて H0 だけ動かすという仕事をするから速くなったつまり運動エネルギーが変化したんですよこれを式で表すとエネルギーの一番最初で勉強したこの式。 等加速度運動のティーなし公式と運動方程式を組み合わせて得られた式ですよね。後引く前。イコール仕事は重力の仕事。力 M. G. かける距離 H. ゼロ。で。この重力の仕事。変形したら。ここに入るんですよ。これが力学的エネルギーなんですよ。前の状態の力学的エネルギーです。運動エネルギー足す。位置エネルギー。 後の状態です運動エネルギー足す一エネルギー基準のところやから0になってますつまり力学的エネルギーの変化それが0だよあと引く前が0つまり変化しないから保存で扱いやすいように前イコールあとっていう形に直しましょうこれが力学的エネルギー保存則なんですポイントは ここに来る仕事が重力とか弾性力やったらこの中に入ることができるよね。だから力学的エネルギーが保存します。保存力以外っていうのをこれ非保存力っていうね。非保存力の仕事がないとき力学的エネルギーが保存するんだというふうに理解してください。例題いきましょう。 まず高さ H の斜面から静かにつまり初速0でスタートさせる H 降りた時の速さ V はいくらですかっていう問題ですでこの時運動エネルギーの変化イコール仕事っていう式を作りますまず後の状態ですけどこれは運動エネルギー二分の 1MV の2乗でいいね行く前は初速 V0 やから、まあ、これ0ですで仕事なんですけどまず重力が仕事をしてますえ重力は 下向きに働いてるよねで前も言ったけどこれってさ別に力を分解してってコマごは考えずに力かける力の向きに動いた距離って考えたらいいよね。つまり高さだけで決まるんよね。なので重力の仕事は MGH です。でさっきと違って力もう一つあるよ。 ああ垂直抗力あるわ垂直抗力の仕事があったらダメなんですよでも垂直抗力って運動方向に対して垂直だよねつまり仕事しませんなので垂直抗力はあるけど垂直抗力の仕事はないよとなのでこの部分が保存力つまり重力の仕事しか来てませんから エネルギー保存が使えるんだと変形すると mgh=mv イコール2分の m v の2乗という形になるよ。m が取れますから v イコーールルート2 g h と。まあ、こんなふうに速さを出すことができますよ。これが力学的エネルギー保存則の式ね。前、まあの状態イコール後の状態になってます。 では滑らかで摩擦がない斜面の上高さ5メー,ターの位置から物体を滑らせましたら速さはどうなりますかという問題途中で垂直抗力仕事はありません摩擦も仕事しませんから意気学的エネルギー保存が成り立ちますよね運動エネルギー位置エネルギー弾性エネルギーそれぞれ前イコール後っていう式を作りますほな前の状態の運動エネルギーっていうのは止まってましたからゼロね次、位置エネルギーは 一番低いところを基準にしましまょう5ー高い位置やから1エネルギー mgh は2る1 0る5やねでバネないから弾性エネルギー0で後の状態っちゅうのは速さが V になってますから運動エネルギーは分の1 2る v で1エネルギーの基準だから1エネルギーは0バネないから弾性エネルギーも0です。でこれ計算してあげたら V の2乗が100。 V はプラスマイナス10だけど速さは0より大きいよねなので答えは1 0 m 毎秒で括弧の2番はじめ40で運動してます運動エネルギーが1分の1かける2かける40の2乗で1エネルギーの基準にいたとしますその後高さ H の場所で止まってますから運動エネルギーが01エネルギーは2かける10かける H ですだから H の方程式ができてこれを解いたら 80m ね じゃかっこさんはいきましょう自然長のバネをニューイーンと5メー,ターだけ押し縮めた状態でパッと離したらビューンと飛んでいきますっちゅう話やんなまずはじめ運動エネルギーは0ですでこれ1エネルギーの基準を床に取れば1エネルギーは0やねで男性エネルギーは1ける k が8で縮みが5やから5の2乗ですでこれが 速さ V になったから運動エネルギーが 1/2×V で1エネルギーの基準やから0足すバネないから0これで OK 今度は 100=V の2乗やから V は1 0 m 毎秒ですでカッコ4番ではさらに高さ H=4 のところに上らした時の速さは A やから同じようにやっていくよ自然長から 3m 縮んでるから弾性エネルギーが二分の 1×40×3 の2乗バネ定数 K は40やね 次速さ V だから運動エネルギーは1 2, かける,2かける v の2乗で1エネルギーが高さ H=4 イコール4やから2かける1 0る4でバネがないから男性エネルギーは0これ解いたら 180=V+80 の2乗と足す80になるからまあやっぱり V の2乗が100になって V が10です。じゃあ最後にいやこれ等加速度運動の公式でもできるんちゃうかって思うかもしれないけど。 これは無理なぜかというとこれくびれてるでしょこれがポイントですくびれてるということははじめは重力の斜面成分がでかいから生じる加速度もでかいんですよだけど最後はこの辺やったら重力の斜面成分ほぼないじゃないですかだから加速度小さいよねつまり加速度が一定じゃないから等加速度運動の公式は使えないんです だから今、勉強しているエネルギーの考え方でやりましょう、これがエネルギーのメリットですね。